リクガメのまさこレイディオ。はい、わさこレイディオ。わさこレイディオ。はい、レイディオということで。レイディオ。おファンでございます。トエです。レイディオ、ショーンです。はい。はい、レイディオ、トエです。はい、どうも。いやいやいや。どうしましたか？なんもない、なんもなかった。なんもなかったわ。何また何も考えずまた今ラジオ撮り始めちゃったけど何かねと言いながらあるんじゃないですか。あのさ、はいはい、The First Take ってあるやん、はい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 、YouTube のなんか一発撮りでっていう、うんはいはい、で結構さこうなんか懐かしいアーティストとかが出てたりするやん、たまに、うん、するね、最近、うん、今話題のアーティストも出てるしなんか、うん昔、はいはいはい、流行ったみたいなそんな言い方したらあれやけど、うんうん、そうそう今日上がったやつ見ました、うん、いや最近見てないかもうち今日のは、うん、絶対見た方がいいと思います。えリンゴさん違います違いますあえ誰もうね私も正直俺久々に見ましたね、うん、この人もうなんか一時期俺結構好きで、うん、アルバムとかも結構聞いてたんだけど、うんうんまあ、なんかちょっと病気かなんかでちょっと活動を休止気味あって、わかっちゃった、わかっちゃったよ、うん、で、ちょっと久々に見ました。わかる？それってあれじゃないの？よくさ、大ちゃんドラムしてた時にさ、2人でコンサートのこのドラムいいんだよとか言ってた人じゃない？違う。女の人。言うてたっけな女性言うてたっけな。ほんほんほんじゃないの？言わない。多分違うかも。あ違うか。ちょっとね意外すぎて、俺まず外国人が出てくると思ってなかったから。あ外国人はそんな知らへんわうち。アブリル・ラビーンなんですけど。マジで？うん。コンプリケイテッド歌ってるんやけど、めちゃくちゃいいっすよ。やっぱり海外の人出たことあんのかな、そういや多分初めてが言ったあれは初めて、うん、びっくりやな、へえ、そうそうで結構そんなにだから最近あんまり活動してなかって、うんはいはいはい、久々に見たえで何 病気したあったんなんかねそう、うん、なんかはっきり覚えてないけどちょっと活動をちょっとなんか休止ちょっとゆっくりしますよみたいな、うんええちょっとびっくりするなファーストテイクってそんなびっくりするでしょちょっとなんかちょっと桁超えたわなんかそう、まあ超ビッグアーティストじゃないですかすごいねファーストテイクっていやーちょっとまさかでしたねでコンプリケイトとってもだからデビューアルバムの曲ですよなんかもうやっぱ当時めちゃくちゃ聴いてたから、うん、ちょっとね結構こうなんかなんやろう思い出したね胸熱やななんかうーんしかもなんかファーストテイクってやっぱりさ、うん、異様な感じやんなんかちょっとレアな、うん、一面だったりなんか歌もさ、うん、いいよねそうまあアコギ一本でやってるんやけど、うんうんめちゃくちゃいいですね。アブリルの、ね、そうやっぱり、うん、うん、なんやろう、うん、変わらないなって。本当。変わらないなって思いますね。ちょっと見よう。うん。本当。ね本当アブリルってまあその。レッド号っていうファーストアルバムがまあ爆発的に売れて、まあ、日本ではそれがめちゃくちゃ有名やけど、うん、スケーターボーイとかも入ってる、うん、はいはいあ懐かしい結構他のアルバムも良くてなんかアレンジとかもすごい、うん、あの結構、ね、勉強になるというかめちゃめちゃ影響は受けてるあそうなんやの
うん、そう楽曲、うん、そうねアレンジ結構なんかストレートでポップな曲が多いからはい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 、はい、うん、その中でのでもなんかしつこすぎないアレンジ、うん、でも残るものが なんかあるしな、うん、へえ、なんかあんまりショーンからアブリルアブリルってあんま話聞いてこへんかった気がするから、うん、へえって感じやな、うんうん、結構なんかしかもそのアブリルの中でもなんかちょっとゆったり気味の曲とかが、うん、まあ、特にこれ、はいはいはい、こういうだからコンプリケイテッドとかなんかそういう曲がすごい好きっすね、うん、へえ、ちょっと私本当にど有名な曲しか多分知らんからさ、あちょっといい機会ですね、見てみよう。めちゃめちゃいいっすよ。なんかそのゆったりした曲も、なんかまあストリングスとかピアノとか入ってるけども、うん、なんかそのアブリルが本来持ってるそのロックのイメージ、そのロックの枠の中に収まってるようなバラードっていうかさ、そういう感じやからすごいなんかアレンジとかは勉強になる、ポップスすぎないというか。なるほどね。うん、ちょっと聞いてみよう。はい、すごいな。衝撃でしたね、今日のファーストテイクは。はい、え、もう話題になってんじゃん。なってるでしょうね。ね、私のところまで届いてないですよ、うん、どうなってるんですか。へえ、そうか、ちょっと久々にファーストテイク見たくなったな。うん、やっぱいいわ。うん、そのライ、生感というかライブ感は、はいはい、うん、アブリルなんてだってさ、もうなあ年重ねはってもでもそのまんまなんや。うん、へえ、そうね、ほんと、うん、まあ、ちょっと見たいわ、聞きたい普通に。へえ、めちゃくちゃ良かったです。あ、じゃあぜひ皆さんも聞きましょう。はい、聞いてみますわ。へえ、いいですね。なんか全然何もなかったことないやん。めっちゃハッピーちゃう。そんな、はあ、いや、そう、本当に良かったです ね。うん、まあなんかファーストテイクってもうなんか、うん、意外なアーティストが急に出たりするから面白いですね。確かにね。でもちょっとアブリルは結構意外すぎるっていうか、ここまで行くんやレベルやんな。なんかなんか奥田民生の時とかもさ、なんか奥田民生がこんなん出るイメージあんまりなかったけどさ、うん、すごい良かったし、ね、あ、こんなアーティスト結構ビッグな人たちも出てるもんね。そう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 。あ、へえ、うん、うちなんかファーストテイクのあのさ、うん、ユイが歌ってる時にさ、うんうんうん、そう、チェリーと東京かな、なんかやった時にさ、うん、そうすね、やんな、あれも好きでさ、うん、で、うち東京初めて知ったのがさ、うん、うちギュンと住んでた時にギュンが横の部屋で歌ってて知ってんやんか、うん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 、で、あ、めっちゃいい曲作ってるやんと、だからボイラーでやんねんやと思ってて、なんかまたチャウチョイスやなとか思ってたら、ユイでしたっていうのも、それを聞きながら思い出してましたね。うんうんうん、いや、ファーストテイクいいよな。なんか懐かしい人がほんまになんか懐かしい曲とかをやっぱりあるから、結構なんかしみじみ聴いちゃうね。そうそうそう、だユイとかもかなり意外やったし、うん、そうね、うんうん、デフテックとかもね、めちゃくちゃ良かったし。そうやな、うん、そうそう、へえ、すごいな。やっぱりそのなんか結構実力ある人しかできないじゃないですか、一発撮りやから当然。確かに、うん、うん、で、それがなんかいいっすね、やっぱりどれも聞き応えがある感じ、うん、いやー、確かに、なんかあれ見るたびにさ、うん、ほんまに一発撮りなんかなってさ思いながらもさ、うん、でもそりゃライブってそうやもんなと思ったら、そうね、ね、なんかさすげえなーと思いながらさ、うん、なんかまあプロはねこれぐらいできないとっていうのはありますけど、うん、なんかね震えるよね、鳥肌立っちゃうもん。いつもなんか、うん、あー、アブリル聞こう、ちょっと早く聞きたいです。終わったらすぐ聞いてみます。はいはい、いい収穫でした、ありがとうございます。いえいえ。
まあないと思う。なんかありますか。あぶり聞こうかなぐらいやな。あぶり聞こうかな。じゃあ今日はこんな感じで。こんな感じですね。そうですね。ちょっと、はい、はい。私はもうちょっとそうちょっとね、新曲たちをちょっとやっていきたいので、はい、はい、頑張っていきます。はい。ほな。ほな。ほな皆さん。朝から。朝からさ。